さん、こんにちは。しおりぎチャンネルのしほです。はい、というわけで、今回はですね、ららぽーとにこの前行ってきたんですけど、それでね、すっごいいっぱい買い物してきたんですよ、今ある通り。スリーコインズさん、ウィゴーさん、レピピアルマリオさんで買ってきたんですけど、今回はね、その3店舗のね、買ってきた商品を紹介していきたいと思います。フォーエバー21さんの商品紹介、あ、購入品紹介したんで、それに続く、あ、そうそう、もうね、ちょっとこれ、連続で撮ってるので、すみません、もう来たままやっちゃいます。はいはい、じゃあお願いします。はい、というわけで、私が楽しみにしていた購入品紹介です。じゃあ行った順に開けようか。ウィーゴーを、あ、じゃあウィーゴーをレピピスリコにしようか。オッケー、洋服先でね。はい、はい、じゃあスリコは最後にリミちゃんもやりましょう。入ってきて最初にウィゴーを紹介していきたいと思います。ウィゴーはね、本当に大人っぽくて可愛い服がたくさんあるお店です。で、今回私中に着るレースというか、そういうのが欲しかったんですよ。なので買いました。こちらのね、こちらのね、このね、で、可愛いレースのやつ買いました。めっちゃ可愛いですね。今年流行ってるよね、これね。そう、こういうの流行ってて、私ね、ずっと欲しかったのよね。そう、なんかね、サンキューマートで、ここだけの襟だけのやつが買ったんですけど、が合うのがなくてね、これだとなんか、冬でも着れそうじゃん。着れるんだけど、なんかね、いいなと思って買いました。めっちゃ可愛いんですよ。あとね、これね、腕にね、着ると腕からこうやってレースが出るんです。そこがまた可愛いので、確かにね、買いました、冬ならではの着方があります、いろんなとこにね、売ってるんだけどね。そうなんです。はい、ということでね、次いきます。次はね、今流行ってるんです、これも。じゃーん、ベストでございます。めっちゃ可愛いでしょ、これ。これも流行ってるよね。これも流行ってるんですよ、こういうやつ。なかなかね、お気に入りのものが探せなくて。そうなんです。結局以後のやっぱこのシンプルね、しょうちゃんシンプルが一番好きなので、シンプルにしました。はい、あのね、このレースの下上に着たら可愛いなと思って。まあでも何でも合うよね。そのレースも何でも着回せるし、こっちのベストも、何でもいいと思います。多分こうやっても可愛い。花柄のワンピースにしても可愛いと思うよ、そのベスト。そうだね、あ、いいんじゃない。でも他にもいろいろな着方もありますね。そうね、めっちゃ可愛いんですね、ので買いました、ね、ずっと欲しいってね、言ってたんだけどね、なかなかね、これっていうのがなくて。そうなんです。レースもね、なんかいろんなパターンがあるじゃないですか、いっぱいありすぎて、人気すぎて、ね、これが一番良かったんですよ、はい、はい、これが終わりです。終わりです。で、一応ね、これフリーサイズなんですけど、一応ダボっと着るのも可愛いかなと思って、リミちゃんのも買ってあります。はい、セットで。レースはね、多少大きくても、ちょっとね、くちゃくちゃってできるし、ベストはね、今ね、ダボーっと着るの流行ってるので、流行ってるよね、多少ね、大きくてもね、可愛いんじゃないかと思って、みーちゃんもお揃いで着れるようにしました。で、これで、はい、カラーです。はい。以降では以上です。はい、以降では以上です。次にね、レピピのね、服をね、紹介していきたいと思います。本当はね、これ買う予定じゃなかったんだけど、なんか急遽ね、帰りにね、ママがね、気に入った服があって、しほちゃんとりみちゃんに言ったんだけど、りみちゃんが絶対嫌だって言うの、ね、でちょっと結局買わなかったんだけど、見てたらね、一個可愛いのがあって、さ、はい、店員さんがね、今日入ったばっかりなんですってね。これ買うと一番になりますよ、マネキン着てたの知ってた？最初にさ、最初にレピピ行った時とさ、最後に行った時とマネキンが着てる洋服が違ったよね、それ着てた。これ着てたんですよ、じゃあ紹介します、こちらです。じゃーん、こんな感じでベルトがついてたんです。こうやってね、でこう着るんですよ。めっちゃ可愛くないです
ですか。テンション上げ上げ上がってるんです。ほら見て、ほら見て見て、ほらめっちゃ可愛いよね、このワンピース。新作だそうです。めっちゃ新作なんだって。伸びるよ、そんなに引っ張ったら。はい、じゃあ次、次というか、リミちゃんもですね。リミは色違いなんで、リミはピンクは嫌だということでグレーです。本当は黒って言ってたんだけど、黒はね、ベルトがピンクなんだよね。そうなんです。それがピンクが嫌だということで、ピンクをね、グレーにしました。マネキンが着てたのもグレーだった。そうなの？うん。こんな感じで。めっちゃ可愛いので、今後着ます。めっちゃ可愛いんだけど、これ。以上かな？以上です。はい、じゃあ着るのはね、最後にして、スリコ、やっちゃいましょう。スリコですね。リミちゃんもスリコするとしようか。はい、というわけでね、最後にスリーコインズなんですけど、こちらリミとも一緒に買ったので、リミちゃん登場していただきます。じゃあ紹介していきます。お、まずリミちゃんが買ったものじゃないですかね。キキャー、わーすごーい。キキャー、ハロウィンだから、仮想ロンパースだってね。すごいね。うん、ちょっと開けてみる？着るのはちょっと暑いかも。そうだね、まだ夏、秋だもん。うん、こんな感じ。うん、お、いいじゃん。これね、ハロウィンの時にね、着るんでしょ？うん、はい、どう？だけど、クリスマスはあ、クリスマスはトナカイ。こういうなんか包まれるのが好きなんですよ。好きなんだよね、リミね。トナカイも。そうだね。包まれるのね。トナカイまたあれがいい。トナカイまたあれ。ああ、うん、ドンキで買ったやつね。うん、これね。はい。はい。はい、じゃあ次行きましょう。次、今日のもの紹介していいですか？はい。こちら袋に入ってたんですけど、あ、もうね、我慢しきれずに開けちゃいました。ニット帽なんですけど、これが300円です。黒がね、定番が1個欲しいということで、ね、黒買いました。キキ、はい、ベレー帽かな、ベレー帽かな、ニット帽ミニセット、ん、かぶっとくミニセット。あ、そうそうそう、で、リミちゃんが、あんまりリミちゃんはね、物欲がないんで、こういう、もうでもスマホは、スマホっていうか、何？ゲームとかするのとか、YouTube 見るのは大好きで、うん、なのでこのね、スマホアクセサリーっていうの？ママイライラするから。え？何？ママイライラするから、ママ抜けたやつ買うとか。ああ、そういうことね。ね、充電器と、見て、その充電できるアダプター買いました。横になって、そう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 、この特徴が、こんな風にゲームをよくやる人は、この充電しながらやるとね、飛び出たコードが邪魔なんだよね。うん、そう。それがこう、なんていうの、下に向いてて、充電しながらゲームがしやすいっていう、こんな感じです。充電器です。はい。はい。で、それの、それがアダプターね。アダプターはもう普通の、はい、やつです。こうやって畳める。うん。それ1個になっちゃう。はい。はい、はいはい、じゃあ次行きましょう。こちらです。じゃじゃん。あ、これね、じゃじゃん。こちらはですね、私、宿泊学習って言ってね、来週だね、もうね、来週にみんなで一泊泊まるのがあるんですけど、そちらに使おうと思って買いました。あるんだけど、なんかなんだっけ、ボディーソープ入れがね、前のはなんかシャンプーとリンスしかなかったんだよね。なかったっぽいの。うん、まあでもちゃん、それセットになってたので、まあ、300円だしね。うん、家にあるの入れれば、うん、OK なので、それしました。はい、はい、次。はい、では定番靴下、靴下、かわいい定番の靴下、300円。ん、靴下はだって別にね、みんなちょこちょこ買うんじゃないかな、そこで。見て、めっちゃ可愛いの。可愛い色のやつね。はい。はい、23から25センチの靴下でございます。はい。はい、次。まだある？あ、まだあった。じゃん。
これがモバイルバッテリー。もうね、モバイルバッテリーうちなかったんですけどね、ついに買いました。はい、父ちゃんももうねよく使うし、うん、ということで、うん、ね、まあちょっと3コインズで買ったんですけど、それでも300円じゃなくて500円、1000円か、1000円でした。2回分充電できるっていうやつです。2台同時も可能。そうなんだ、2台同時にできたりするの、うん、すごいね。はい、じゃあこんな感じです。以上でございます。はい、じゃあどうしようかな、洋服ちょっと綺麗そうだったらちょっと着てみようか、じゃあ着たいと思います。はい、じゃあ着替えたいと思います。はい、はい、着替えました。見て、モデルさんってみんなこすよね。モデルさんではね、肩見てる。そうね、肩見てる。モデルポーズね、肩見てる。で、しほちゃんがウィゴーで買った上とベスト来ました。で、リミちゃんがレピピで買った洋服着てみました。レピピ、ウィゴーだよ。リミちゃんのはレピピなんだよ、それ。ほう。はい、こんな感じです。はい、はい、どう、リミ、それチュッキー。チュッキー、よかった。しほちゃん、どう、めっちゃ可愛い。念願のレース。本当にね、本当に可愛いんです。もう、本当に故障してる、これ。故障してる、大丈夫、大丈夫。はい、以上ですね。はい、以上です。はい、というわけで今回はね、それでは、ポポー。はい、というわけで今回はね、ララポートに行った時に買ったもののね、第2弾を紹介してみました。第1弾のね、FOREVER21 のね、購入品紹介見てない方はぜひ見てください。それでは、バイバイ。グミペア。 3時だ、おやつだ。